私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐、松本潤と熱愛交際のセクシー女優、葵司がサイン会キャンセル、消される可能性も。ジャニーズ事務所は二股交際報道を黙殺。嵐の松潤こと松本潤さんとの熱愛交際を報じられたセクシー女優、葵司さんが、28.29 日に予定していたサイン会を体調不良を理由にキャンセルしていたことが明らかとなりました。11日発売の週刊誌週刊文春によると、葵さんが所属する芸能事務所エイトマンは同誌の取材に対して、今彼女は人前に出られるような精神状態ではありません、プライベートなことはお答えできません、サイン会の中止はこの状態でイベントをやれば迷惑をかけてしまう可能性があるということです、申し訳ないですがこれ以上お答えすることはありませんと回答したとのことです。一方のジャニーズ事務所側はその後も黙殺を続けており、同氏が年明けに再度質問状を送付したものの未だに回答はないとのことです。そしてこの件に対してネット上では、ジャニーズの一族が雇った裏の人間に消されるのかな、独身同士なんだから遊んでもいいじゃねえか、何で女が責められてんだよ、松潤もなかなかの畜生だわ、嵐の中じゃ人気なさそうだけど今回のスキャンダルでさらに人気が下降しそうだな、 SMAP が解散後ジャニーズの中ではトップ扱いの嵐に傷がつくわけにはいかんから、この女確実にこのまま消えるぞ、葵司は悪くない、対目的で関係を続けた二股男が悪い、いつでも女が悪く言われるのが納得いかない、ジャニオタ女ともは松潤席めろよ、中村勘三郎の葬式で声かけたのはあいつだろ、松潤の方が悪いはずなのに葵だけが身の危険を感じさせられるのか、理不尽だな、などのコメントが寄せられています。葵さんのサイン会が中止になったことは6日に判明しており、イベント会場となっていた鳥取県米子市にある店がツイッターで発表し、1月29日日曜日開催予定の葵司さんのサイン握手撮影会は、先方の諸事情により中止となりました。期待をされていたお客様には大変申し訳ございません。としていました。また、イベント情報サイトによると、28日に島根県松江市と出雲市内の書店で開催予定のサイン会についても中止となっています。今回週刊文春の報道に対して葵さんの事務所は、人前に出られるような精神状態ではありませんと回答しているのですが、ニュースサイトリアルライブやギャンブルジャーナルは、ジャニーズファンらが葵さんのツイッターに大量の誹謗中傷コメントを書き込んでおり、サイン会の会場にまで来ることも考えられ身の危険もあることから、サイン会の開催を中止したのではないかと報じていました。ちなみに葵さんは記事が出る前日に少しだけおやすみなさいとツイートし、それ以降は更新を完全にストップさせています。葵さんは深夜バラエティ番組マスカットナイトにレギュラー出演し、同番組のメンバーで結成のアイドルグループとしても活動している人気セクシー女優なのですが、もしかするとこのまま表舞台から姿を消すことになるかもしれません。もしそうなった場合には、松本さんにもさらに批判が寄せられ、イメージダウンは避けられないかと思いますが、このまま黙殺を続けて何事もなかったかのように処理するのでしょうか。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。